ホメーロス問題。ホメーロス問題とは、ホメーロスの正体とイーリアスとオデュッセイアの著述に関しての論争のこと。この論争は古代からあるが、基本的には19世紀から20世紀の間に討論された。伝統的な交渉史の研究が進むにつれて、ホメーロス問題は重要性が薄れるか、または少なくとも抜本的に最高式化されるようになった。 コメーロス問題の研究史を総合した結果、大体のところ次のような仮説が受け入れられている。両者の助字詞は、交渉から著作への移行期間のヨーロッパ文化史中の固有の局面における産物である。双方の著作はおそらくは、文字使用のもとで構想され確定されたが、ギリシア文化の文字使用化が完了するに至るまでは、ラプソドスたちによって交渉で普及されたのである。 この仮説を根拠づけるため、現在では、世界中で研究が行われている。古代のホメーロス文献学は、紀元前2世紀及び、紀元前3世紀に前世紀を迎えた。最初の論争の中心は、アレクサンドリア大図書館であった。ホメーロス解説者であった、紀元前325年、紀元前234年は、序子史を24巻に分割することをはじめ、 その弟子であった、紀元前257年紀元前180年や、サモトラ家のアリスタルコス、紀前217年紀元前145年は、個々の宿や宿群の正当性をめぐる議論を行った。こうした研究によっていくつかのテクストの集合を抹消することすら行われた。しかしこの際、双方の女子誌が一人の著者によって寄贈されたことを疑う者は一人もいなかった。 このような疑問はこの時代にはほとんど現れなかったのである。一人の著者が女児ジジシの起草者であることについては紀元前2世紀になって初めて急進的なコリゾン天学派、分割学派によって否定された。分割学派には文法家のクセノンやヘラニコスらがいた。分割学派は相反する見解を代表していたアリスタルコスと活発に論争した。やがてこの論争は 両女子史の構造の起源について決定的な考察に帰結した。ある理論によれば、アテー内の選手であったペーシストラトスが、今まで混乱、混交していた、ホメーロスのモロを固有の正当的評価に従って、整理した、というのである。起源後一世紀、ホメーロス問題は、ユダヤ人の歴史家であったフラウィウス・ヨセフス、37年。 38年から100年にとっての論争上の武器として役立てられた。アレクサンドリアの文法家であり、ホメーロス専門家でもあったアピオンに対して書かれたユダヤ人の城代について、アピオンへの論爆の中でヨセフスは、ギリシア人はユダヤ人よりもかなり遅くに読み書きを覚えた、と述べている。というのも、ギリシア最古の記念碑的著作であるホメーロスは、彼の試作を 人が言うように、一度として文字によっては残さなかったのであり、彼の死は記憶によって再提示されるが、ゆえに多くの意味の通らない部分を含んでいるということである、からである。ホメーロス問題は、その後、14世紀中頃に、フランチェスコ・ペトラルカ、1304年から1374年が取り上げるまで沈静化していた。ペトラルカはホメーロスを、 西欧世界に知らしめた人間である。近代における問題への取り組みは、ホメーロスの死に対する強い歴史的意味づけによって特徴づけられている。この取り組みによって、ホメーロスの正確な時間的位置づけや、ホメーロスの死が置かれていた諸条件に対しての問題が提起されることとなった。こうした様相の下オランダの歴史家、ヨハネス・ペリゾニウス。 1568年から1631年は古代についての論争を再び取り上げた。ペリゾニウスの理論によれば、ホメーロスは口述によって小歌を試作したが、その小歌が後に書き留められ、ペーシストラトスの指示によって、アテー内で組み合わされた結界イリアとデュッセアが成立したという。1715年に公表されたオベニャックのであったの説は、 あまり真剣なものとは考えられなかった。エデラン説では、ホメーロスという一人の人間の存在自体が争点となった。エデランは、ホメーロスの叙子誌のことを、悲劇と、こじきや、記述史のごちゃまぜの路上歌謡が組み合わされた断片集として考えていたからである。このようなディレッタント的な議論を見たハレ大学、教授フリードリヒ・アウグスト・ボルフは、 オモニヨセフスの所見によって支えられていた自身の見解をさらに発展させることをほとんどいとどまろうとしていた。彼の見解とは、ホメーロスは文字で書かれたものは一切残していないというものであった。しかし、ボルフは他の著名な批評家の指示を得てホメーロスの序論を表し、この本によって近代的なホメーロス研究が導入されることになった。 1795年、フリードリヒ・アウグスト・ボルフは、ホメーロスジョジシ全集の第一巻を編集した。ラテン語の序論中でボルフは、ホメーロスのジョジシテクストの伝承を詔述することに力を入れた。その際、ボルフは、古代や同時代のホメーロスに関する論争をすべて分析し、諸論争を体系化して、すでに知られていた、生成理論の個々の部分から一つの仮説を打ち立てた。 この仮説は方法論的かつ新奇的なものであったため、ボルフの序論は学問としての文献学の基礎として通用するものになっている。ボルフ理論の基本は古代初期の数世紀間には文字が存在しなかったという事実である。文字を通じたテクストの固定化が行われず、口頭による再現しか知られていなかった時代にホメーロスが生きていた以上、ホメーロスはあらすじの元的ライン。 つまり確実に主要と言える中心部分しか考え得なかったであろうとボルフは言う。ラプソダイがこのようにして厳選した基本構造を口実で拡張し、紀元前6世紀にアテー内でペーシストラトスが思考を使ってテクストを固定化し全体を作らせるまで文面が変わった作品を基本構想に従ってさらに変容させたと。このためボルフは イーリアスとオデュッセアは多数の詩人たちの共同創作であるというところから出発したのであり、彼によって競技のホメーロス問題が発展するための一撃が加えられることになったのである。ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテはこの仮説その時代への影響について1821年にタグ・ウンとジャディシェフトン中で以下のように描写している。その教養ある。 人間性は最も深い部分で興奮させられたのである。最も高度に意義深い論的の諸根拠を論破し得なかったとしても、そういった人間性はそれほど素晴らしいものの起源であるところの源泉について考えるという古来の意識や衝動を自ら完全には消し去ることはできなかった。ボルフ理論はやがて反論を受けることになった年には、 初期ギリシア語に文字が存在したことが、紀元前740年頃の出土品から証明されているが、これに続く分析的なホメーロス文献学に、原ジョ子種つまり、紀元の宿を今に伝わっているテクストから言語的、文体的に及び構造的に基礎付けられた分析を通じて露化するという経緯を与えた。カール・ラッハマン、1793年から1851年。 そのようにして、イーリアスを十から十四の個別の歌に分解している。アドルフ・キルヒホフによっては、オドゥッセイアの中で一人の編纂者によって、下手くそに結合させられた二つの詩が識別された。すでにこの時代まで、統一論、夏季との論争を続けてきた分析論は、1916年には、ウルリヒホン・ビラモービッツメレンドルフによって、その最高点に達した。 ビラモービッツの中心的な関心事は、オリジナルの中核部分に何層にもわたって、加えられてきたテクストの追加部分を再構成すること。ビラモービッツは4人の偏者について語いる。さらにそうすることで、ハライーリアスを厳選する、ジョジシから救い出すことであった。ビラモービッツは、ホメーロスの中に、紀元前750年頃に、 すでに存在していた複数の問屋伝説の素材の円刊による死をアキレウスの怒りという決定的な構想の下で構成した一人の詩人を見出していた。こうしたホメーロスのハラ・イーリアスは複数の詩人による四段階の編集過程において後に変えられてしまったとビラモービッツは言う。叙事詩の統一はラッハマンにおいてはテクスト発展の最後にボルフにおいては 最初に設定されていたのであるが、その後のビラモオビッツは、この統一を中間に置いたということになる。詩人の名前、ホメーロスは、後に、イーリアスより、多くの幻想校や、拡大部分からなるオデュッセイアの上に関されたもので、ある、とも彼は主張する。このテーゼを、このように具体的なレベルで証明することは困難で、あるが、言語的、文体的、文化的な考察に基づいて、 オデュッセイアはおそらく2世代を含む期間約50年間にイーリスよりも遅く寄贈された可能性が高いとは言われている。オデュッセイアの言語はより新しい形、より軽やかな流霊さを示しているし、オデュッセイアでは比喩の使用がイーリアスと逆に強く限定されている。また、様式はイーリアスに比べるとあまり力強く英雄的な領域と結びつけられてはおらず。 より小さな人生の領域に沈んでいるのである。1947年からは、ビリー・タイラーによって、1952年からは、ベーター・フォンデア・ミュール、1885年から1970年によって、分析は主導された。ミュールは二人の異なった古代の起草者の存在を根底に置いている。そのうちの古い方、ミュールによってホメーロスとされたが、 原装甲を表し、新しい方が、紀元前六世紀に現存版を編集、拡張した、とミュールは言う。統一論は、ホメーロス研究では少数派であったし、今でもそうである。近代においては、イーリアスの作者はホメーロスだったが、オデュッセイアは別人、場合によってはより若い世代の人物によって書かれた、とする立場が、支配的であった。1933年、 フェリックスやコービーは、双方の詩の共通の構成要素を示唆することで、統一論に反論し、1938年には、統一論的なアプローチが、一人の根底の著者を前提とするボルフガング・シャーデバルトによって進められた。シャーデバルトは、序字詩的な語りという手段を使った観察、両方の序字詩に共通して用いられている手法のこと。例えば、遅延。 つまりあらすじの展開を遅らせること、公用のテクニック、絡み合いのための努力、訴求や先行解釈は、シアーデバルトの議論の中の数例に過ぎないや、分体論的方法による観察を主に用いることによって立論し、双方の助辞詞で場面が対応していることを示した。おそらく、シャーデバルトは期限に立つ両方の助辞詞の著者を前提にしたのであろうが、 女子ジジシの生成理論に際しては、ホメーロスのみが女ジ子ジシ形成に参加したというような意見を題するものではない。シャーデバルトの理論は、フォンデア・ミュールの理論と大部分で一致しており、二人の古代詩人を前提としているのである。それゆえ、シャーデバルトは、統一論と新聞析論の中間に立っているのである。新聞析論という概念は、ホメーロス文献学では、 ホメーロス以前の詩は、モチーフやあらすじの経過や出来事の結合といった点に、関して、ホメーロスに影響を与えているという見方を排除ることはないものの、ホメーロスが彼以前の詩を作り替えずに、自身の作品に導入したことを前提とはしない、という研究の方向性を示している。分析者たちが、ホメーロス以前の女ジ詩ジが切烈な方法で、S、相互に、 順序付けられて並べられているのを見ていたところで、新聞赤論の従事者は、今や、伝統的な神話学や、民話や助辞書を、自身の美な要求のために授容した一人の詩人の手を、見たのである。新聞赤論の創始者としては、ディートリヒ・ミュラーが該当するということができる。新聞赤論の意義部開口経者は、ホメーロス研究を表したヨハネス・カクリリスである。 いわゆる交渉史研究とは、主に、コメーロス研究の言語的所相についての調査に、力点を置くものである。その発展は19世紀には、すでに始まっており、ライプチヒ大学教授のコットフリート・ヘルマン、1772年から1848年、と統一論的分析者との論争と、並行して進行していた。ヘルマンは1840年に、 初めて女ジ詩ジの語法が口実のものであることを女ジ詩ジのテクスト構造を、これはボルフがただ一人理論的に言ったことであり、そこのためにボルフは頻繁に批判を受けていたから導き出した人物であり、エピテタ・オルマンティア、エッポテタ・オーマンティア、装飾的形容句を示すギリシア語が埋め物効果を持ち事を認め、仰いどす、歌い手たちの即興技術や、それに伴った言語形式について詠実した。 ヘルマンによって打ち立てられた交渉性理論はアメリカ人ミルマン・パリーの研究で継続された。パリーは交渉史の概念を初めて用いた人物である。パリーは1928年にフランス語で書いた論文エル・エッポテテ・トラディーゼ・ヨネ・ラ・ダンメア、コメーロスの伝統的な形容句で先行する形式研究者を受け継いではっきりと陰律。 ヘクサメトロスの強制によって引き起こされるエピテタ、オルマンティア現象について調査した。パリーが前提としたのは、ホメーロスの誤報は明らかに広大の詩とは別の法則に従っているに違いないということであり、それゆえにヘルマンと同じく詩の形式性に固執したのである。形容句と名前の結合の明確な分体論と、その詩句との両面的な関係から、パリーは、著書、 女子史の経済性の法則を表した。ホメーロスの語法においては、一人の同一な人物、もしくは、事物のため、因律論的、意味論的に異なった複数の形容句名前、結合が用いられていくことがあるかもしれないが、明らかに記憶の負担軽減のため多くの場合では、一つの特定の式には常に一つの形容句名前、結合が使われているに過ぎない。因律的には等価であるが、 意味論的には異なっている任意の語句が使用され、売るにもかかわらず。パリーはさらに、このような技術や核も豊富な形式のレパートリーが発展するには、数世代を要すると主張した。このため、このような助辞詞の語法は当時存在していた伝統に支配されるものであることは明らかである、とも言う。こうして導き出された伝統性から、パリーはその背後にある。 期待に満ちた公衆の前に立つ支配者による、口述での即興を強制する圧力の存在を推測した。さらにパリーは、確認材料として、未だ現存している、セルボクロアチア語の民衆女児史を考察の対象とした。想像すれば言い得ることであるが、装功を書き留めることができる詩人と異なって、歌い手は実演の最中に次の語を考えたり、 言い換えを決めたりすでにある宿にもう一度目を通したリス時間を一切持たない。ある宿の中で正しい場所に置かれるはずの形式は発明し難いものである。歌はおのずから生じていくので歌い手はすべてのフレーズを相互に試してみることできない。物語を語るため歌い手は語群の集まりから手持ちの表現を選ぶ助自主的な語法。そういった表現は 他の歌い手のものかもしれないが、彼が覚えておいたものなのである。そのような固定化される、以前のすべてのフレーズによって、ある特定の考えが、所定の宿の長さに適合するように作られた語句を使って表現される。パリーが言うには、仮に語りの構造を分析することで、矛盾や非論理的なものが、白日のもとにさらされるのであれば、矛盾や非論理は個別の一人の寄贈者の誤りに、 返せられるべきではなく、複数の源泉からの抜粋が不完全に結合されたことによる非リズム性、つまり寄生者が複数存在していたことに返せられるべきである。同時に作品は伝統的な体系を使用した一人の著者の創作でもあり得る。ここでは新聞積論的な思考法が認められる。パリーの理論は弟子のアルバート・ビー・ロードによって継承された。 第二次世界大戦後は、ミルマン・パリーに続いてその理論を継承したて直す時代になったのである。1980年代には、パリー理論を超えての初めての実際の進捗があった。特に言語科学上の研究によって、女ジ,ジシの言語の伝統はパリーが推測した以上に古く、紀元前16世紀にまで遡るものであることが示された。1987年、 エドザードビッサー、1954年生まれは、パリー理論を、形容句への限定から救い出し、ヘクサメトロス即興に際しての縮清性の全過程を追体験することに成功した。パリーが考えたようなテクスト構成要素の結合によっては、歌い手はヘクサメトロスを形成せず、すべての新規の縮で、バリアント、交換可能な要素によって、その都度人間に埋め合わせを行いつつ、 決定的な要素を先行して設置することでヘクサメトロスを作り出すのだという。さらに歌い手はまだ残っている四句の自由部分を自由な埋め合わせによって満たすのである。その際、歌い手は形式構成要素を用いることができるが、形式構成要素がなかったとしても新しい文章を創作することができる。重要な論文は以下の通り、詳細は楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。